ようこそ侵入者よ。案ずるな、追い出しはしない。少し質問をさせてもらいたいだけだ。感じたことはあるか？初めて見たはずの場面に遭遇して、以前もこんなことあったような気がする、といったようなことを。そうだな、デジャブという言葉は聞いたことがあるだろう。いわゆる既視感、実は脳の錯覚に過ぎないという。本当に錯覚だと思うか？もしお前が確実にそこに行ったことがあり、全てを忘れているだけだとしたら、もしお前が確実に何かをしたことがあり、全てを忘れているだけだとしたら、お前はもう完全に忘れた自分の過ちに対して罪を償うか？だが、なぜその忘れた記憶自体が本当の記憶で、錯覚ではないと断言できるのか。結局、体験したことが真相なのか、忘れたものが記憶なのか。思い出してみよう。この世界が滅ぶ前に。ブラックゲートはまだまだ大きくなっていく。うん。まさか、始めつ。大好きだよ。
掃除しなきゃ。やった、ご褒美だよ。私も、もこっちこっち。ここは他に知りたいことはあるかしら。ここは境界線。じゃ担当あん、え、待ちな、午前でも午後でも夜でも、アンはずっとそばにいてあげるよ。当たり前、ま、え、ま、でも人気つ、ここは中、あ、でも忘れ、あら、用意、通常は何が欲しい？中央区の警察官だよ。あなたの気ではまたお越しになって。素早く出撃！やった！覚えてる？お掃除も始めよう。Thank you.
あれ？なんだろう、これ。実際の戦いも体験し、ありがとう。では、改めて一つの絵、私でいいの？研究。ここも掃除しなきゃ。ご褒美だよ。